長光堂は、京都府京都市下京区富野工事通り五条下がる本、塩釜町にある西山浄土宗の寺院。五白川法王ゆかりとされる本尊の木造阿弥陀さん、尊蔵は重要文化財である。五白川法王が六条西東院にあった御所六条殿に樹永二年頃に建立した自物堂が元であったとされる。長光堂は本来は、 北っ町孔見田山昧堂と呼ばれ、北っ行を講義し、阿弥陀仏を念じるための施設を指す。一般名詞で同盟の自物堂が複数あったが、小白川法王のものが最も著名で、後世に伝わったために、超高堂といえば、この施設を指すようになった。文治4年に火災で六条殿と共に消失するが、小白川法王は直ちに諸国に命じてその年のうちに再建された。 研究2年、法王は四十二カ国八十九カ所に及ぶ事故の、荘園を長高堂に寄進し、翌年の死に先立って、長高堂ごと娘の金氏内親王に譲渡した。これらの諸領軍は後に、長高堂領と呼ばれ、内親王の没後に、右与曲折の末に、ご不覚さ天皇及びその子孫である、寿命院等が継承した。上元2年、 再び六条殿と長行道が消失すると、近視内親王は一時、土見門東道院殿に移り、長行道もその中に移転する。その後、元の場所に長行道は戻されるが、土見門東道院殿内の施設も引き続き、別院として用いられた。その後、上元年、文永十年、賢治三年にも、火災で消失しているが、文永の火災後に、 ご深格差上皇の命により、土見門油の工事に移転する。さらに土見門東道院殿の施設も、黄金天皇以後、道殿が里代理として固定化されたために、欧永8年の火災に伴う再建の際に、将軍、足利義満の遺行で、土見門東道院殿に代理施設を再現するために超高堂に大大地を与えて立ちのかせた。 寿命院等に継承された、長江同僚は一時200箇所に上り、応援年間にもなお112箇所に上る荘園を保持していたが、応仁の乱後休息に不治行に至った。その後、天正16年の豊臣秀吉による京都改造の際に現在地に移転した。現在の建物の多くが、幕末の金門の変で消失後に再建されたもので、ある。三門木造、 ご白川法王座像、文献上の書出は文字元年である。八都ト語の京都御書の原型となる。ありがとうございます。